お疲れ様でした。番組見どころ、見どころ、これでも内村サマーズ初のリモート収録ですもんね。リモート収録意外と面白いもんですね、内様のやつって。だからこれからあのリモートじゃなくていい時期が来ても別にリモートでやるのありですね。今回は僕が自宅で VTR を撮ってきて、いろんな僕のこだわりをクイズにしていってるんですけど、プライベートな部分を全部見ていただいて、皆さんに僕のことをもっと知ってもらおう、好きになってもらおうっていう感じで、結構真剣に問題考えていただいて、ところどころたまに正解なんか出たりして、あのいつもと本当にまた違う内村サマーズになってるんで、で今回は1時間できっちり終わるっていう感じで、全会話がそのまま流れちゃうんで、その辺の緊張感もありながらって思ってたんですけど、ただなんとなくずっと僕コンビで出てる感じでした。これ見ていただいたら分かるんですけど、なんとなくなんかずっとコンビで今日は来てる感じでした。はい、今回は内様初、4人が別部屋からリモート収録。最近いろいろあった TKO 木本の知られざる1日を VTR クイズに。しかし、この VTR が面白いの？木本の暮らしぶりに無関心だったり、意外と興味深かったり。うまい、おいしいでしょ。60分限定の完全ノーカット放送、果たしてどうなる。ということで、 TKO 木本のプライベートクイズを通して、僕のことをもっと好きになってくださる男たち、ぜひご覧ください。